皆さんこんにちは。リップル XRP が近頃上昇トレンドを描いて乗っていますね。4時間足では上昇チャンネルが形成されています。日足でもこのラインが強いサポートラインになっています。このまま上昇を継続していけば7月に訴訟での一部勝訴した時の高値に近づいていきそうですね。そんな中、上昇を裏付けるような記事がありました。 XRP の Google 検索が増加中という記事があったの紹介します。具体的には Google トレンドのデータから米国人の間では XRP が ETH や暗号通貨のような包括的な用語よりも大幅に高い検索ボリュームを獲得していることが明らかになりました。過去30日間 XRP は検索ボリュームでかなりの差をつけて常に上位にランクされていました。つまり Google トレンドではアメリカ人はイーサリアムよりも XRP への熱意が高まっていることが明らかになりました。この記事とは別に個人的にアメリカでの ETH と XRP を調べてみました。過去1年間の ETH と XRP のトレンドを比較したところ、ほとんどの州で ETH の方が検索されていましたが、最近の30日間のトレンドを比較してみたところ、このように大きく変化しています。トレンドが入れ替わった日付を確認したところ、10月19日からでした。10月19日といえば SEC がリップル社のブラッド・ガーリングハウス CEO とクリス・ラーセン会長に対する残りの訴えをすべて棄却した日です。つまりこの日を境にしてアメリカ国民のリップル XRP に対する見方が大きく変わってきているのかもしれませんね。前回動画では XRP がロック解除されてエスクローから10億枚が放出された動画を上げました。その10億枚のうち8億枚がエスクローに戻されて再ロックされました。これによって市場のボラティリティと不安定性が回避しました。このまま上昇チャンネルに沿って上昇してもらいたいものです。今回はアメリカ人はイーサリアムよりも XRP への熱意が高まっていることを紹介しました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Thank you.